ーディスク大賞ジャズ部門でグランプリを受賞した、文字通り今日本で一番売れているフュージョンバンドスクエア。日本のみならず世界への飛躍が期待されています。 One of the most popular Japanese fusion group The Square。どうもありがとうございます。今日この世界中から集まった素晴らしいアーティストとともにこのステージを踏めること、また僕たちのような音楽を理解してくださる方がどんどん増えてきていること、本当に心から嬉しく思ってます。今日のアーティスト選奨、我々にとってはもちろんですが、我々のような音楽を志す若手のミュージシャンにとっても大いなる励みとなることでしょう。本当に今日はどうもありがとうございました。それではザ・スクエアの皆さんに松坂慶子さんからトロフィーです。どうぞ。おめでとうございます。本当に松坂慶子さん、そしてはるばるニューヨークから来てくださいました日野照正さん、どうもありがとうございました。あのね、スクエアのこの伊藤武さんがね操るリリコーンって楽器なんです。リリコーン、はい、かわいい名前なんですけどね。リリコーンと肩はね、指使いもねソプラノサックスとそっくりなんですけどね、違っているのは、ね、ソプラノサックスはリードがついてるんですけど、このリリコーンってリード部分がセンサーになってるんですね。でそこを噛んだりいろいろなことをしまして、いろんなコントロールするんですけど、リリコーン自体、この本体自体から音は全然出ないんですけどね、それがこのシンセサイザーにつながってるんですね。それではザ・スクエアの皆さんのライブです。曲はもちろん Truth Ladies and Gentlemen The Square。